全員の年齢が明らかになりました。ベイビーモンスターのラストメンバールカのライブ映像が公開され、デビューが決定している7人全員が明らかになりました。メンバーについて現時点で判明している情報は次の通りです。ルカ、2002年3月20日生まれのルカはベイビーモンスターの最年長メンバーである20歳、日本出身で同じメンバーの朝と並んで YG エンターテインメント初の日本人アイドルの一人となります。グループ内ではラッパーとダンサーというポジションのようで、ヒップホップダンスを得意としています。6歳からダンスを始め、日本のガールズグループ渋さんプロジェクトの元メンバー、2018年に YG エンターテインメントに入社し、日本語、韓国語、英語を話し、ラップメイキングの才能も持っています。ファリタはメンバー中2番目に年上で、2005年8月26日生まれの17歳、ブラックピンクのリサに続き YG エンターテインメント初のタイ人アイドルとしてチキータと共にデビューします。現時点ではボーカルとダンサーという位置づけです。元モデルで本国のインターモデルタイランドで1位を獲得したこともあるそうです。インターナショナルスクールに通っていたため、タイ語と英語が堪能で、大のアニメ好きだとか、動物園に行くのが大好きで、好きな動物はキリンと鳥だそうです。朝はベイビーモンスターの中で3番目に年上のメンバーで、2006年1月生まれの17歳、趣味は料理、縄跳び、ダンス。2016年か2017年から YG エンターテインメントに所属しており、ルカと同じ日本人メンバーで、日本語、韓国語が堪能で、英語も少しわかるそうです。またミュージカルの経験もあるそうです。アヒョン、2007年4月11日生まれの15歳で、最年長と最年少の中間に位置します。ベイビーモンスターのボーカル、ラッパー、ダンサーとして登録されており、早くもマルチな才能を発揮。YG エンターテインメントに所属する前にも JYP エンターテインメントやバナナカルチャーのオーディションに合格しています。2018年に YG エンターテインメントに合格し、約4年前からトレーニングを積んでいます。韓国語、中国語、英語が堪能で、アラダンスアカデミーに通い、同じメンバーのハラムと一緒に名門のハンリムアーツハイスクールに通う予定です。ハラム、2007年10月17日生まれの15歳で3番目に若いメンバー、ベイビーモンスターのボーカル兼ダンサーとして起用されています。まだあまり知られていませんが、ハラムは元子役でモデル、そして CM にも出演しています。2017年に YG エンターテインメントに入社し、韓国語と英語を話し、弟がいるとのことです。ローラは2008年8月5日生まれのベイビーモンスターの2番目の若手メンバーです。彼女はキッズグループユッソガールの元メンバーで、ユーハという名前で活動し、マンネでした。当時はモデルや女優としても活躍していました。特技はピアノで、韓国語、英語、中国語を少し話します。ニュージーンズのヘインと友人で、好きな色は薄紫、黒、白。ポジションはボーカル兼ダンサーと推測されます。チキータ、最後にチキータはベイビーモンスターの最年少メンバーで、2009年2月17日生まれで、現時点で14歳弱の女の子です。グループのボーカルとダンサーとして起用されており、ファリタと並ぶ2人目のタイ人メンバーです。タイのナコンラチャ島出身で、以前はレッドローズというカバーグループに所属していたそうです。タイ語、韓国語、英語が堪能で、ザスターアイドルやトレーニーのコッパーの妹にあたります。今後の情報にも注目していきたいですね。